はい、こんにちは、すくきわかめと申します。それではアイワナビザーノスタルジー、早速続きをやっていきたいと思います。前回ね、ロックマンステージをやりまして、今回新しいステージになるんですけれども、今度はなん、これは頑張れゴエモン、ん、あ、来た、どういうこと、ん、何が違う、これを押すの違うな、どういうこと、なんかタイミングよくジャンプボタンを押すと高いのが出せる、ほ、そういう感じか、むずここ、え、狙って高く飛べないな、なるほど、ほほ、あぶね、ほほ、おし、落とせた、このギミックまだ続くの、はあ、待って待って、ここマジむずいって、え、めっちゃむずい、ここほほ、オーケーオーケーじゃねえ、ほ、あぶねえ、いや、あそこになんかあれは倒せんのかな、なんか弾けた音がしたっぽい、あう、ほ、これでいけっかな、届かないの、なるほど、もうこいつに乗っちゃうと二段ジャンプはないものとされてしまうのか、どうしよう、そういうことね、届いた、こいつは倒せないんだな、タイミング見ていくしかない、あ、セーブ、よし、で、またやつが、こいつは2発ぐらいで落とせるのかな、3発か、またこのギミックなんだけどさ、とりあえずあいつは倒しておこう、あとあとほんと厄介なんで、まだいいんじゃん、まだいいんじゃん、え、ちょっと待って、狙ったタイミングで大ジャンプを出せないとお話にならないな、これ、あ、まだいた、ほっ、うー、で、お魚天国が来る、くそてっきりなんかタイミングよく押さないとダメなのかと思ってたんですけど、これ普通に長押しでいけるな、長押しで高くジャンプできますね、なんだ、であればそんなに難しいことは、え、う、何、難しいことはない、え、あ、針か、これ、なるほど、オーケー、え、これむずくない、ちょ、あぶね、で、よし、あいつも倒したいんだけど、何あれ、何あいつ、気持ち悪、ええ、あぶね、あれをまた当たんないとダメなやつってことですよね、あ、あそこに足場が出んのか、オッケー、なんだかんだ、うん、なんだかんだで順調だと思う、なんなんだこいつは、飛んでこなければ、よし、今のところはそんなでもなかったな、ん、うう、あ、またそういう感じ、むずくないここ、はあ、ちょ、よし、どこまで行って大丈夫なの、そもそも、あ、うん、そこダメなのなるほどね、いや、面白いわこのギミック、とりあえずやつを倒して、よし、
攻撃あったのか。ほっ、よしよしよし、ここまでは来れるから、ほい、まずこの顔をなんとかしてこれに触れる。何が起きた？ん？何が起きたんだ？あ、え？それ飛んでくんの？くすん！オッケーオッケー、一回ここまで来れちゃったからにはね、もうそんな死ぬことはない。で、まさかのヤツが飛んでくる。あ、ここに来ただけで、またセーブないの？ちょっ、歌舞伎野郎を倒すと、オッケーオッケー、一回ここまでね来れちゃったからにはなんとかなっちゃう。で、まずあいつを飛ばすと、ここまではいい。で、問題はここ。よし、いった。なにこれ、髪の毛がさ、すんごいことになってんだけど。え？あ、ここ乗れんの？乗れんの、ここ？なるほど、肩は乗れるっぽいですね。まあ、だから何っていう。はぁ、行っちまえ。またはぁ、オッケー、ここはなんかいけそうではある。ほ、まず、あん、あそこになんか歌舞伎野郎いたんだよな。はっ、よし、なに、なにこいつ、倒せんのか。で、またこのギミック、あん、いや、これって本当に五右衛門ステージでいいんですよね。なんか自信が開きな道中とかはやってたんだけど。よっしゃ、はぁ、おし。で、問題はこっから、どうしよう、どうしよう。オッケー、狭い、狭くなってる。ない、破裂すんの？よし。え、あいつなんで破裂したの、さっき。どいつ破裂したの？あぶね。こいつが多分、ちょっと低かったから。え、あ、上行きすぎても死ぬの。こいつが確か爆発するやつだから、こいつがいなくなったら、あー、これ上から落ちるか、やっぱり。よっしゃ、行った、やっと行った。これは、あ、ボスですかね。なんだこいつ、タコに乗ってんの。うう、え、う、待って、そんな、いきなり。もう一回様子は見てみるけど。何してきたこいつ。あ、そういう動きなの。うん、なるほど。なんとなくは分かった。けど、もう降り返す。いまいちよく分かんないんだけど、どうしよう。とりあえず、こんでもう折り返してくれっから、距離は取れるはず。なに？なにそれ？そういう動きなんの？どうしよう。ほいほい。一発、二発。このリンゴがよくわかんないんだけど。あ、これでよ、なに？なにそれ？でもこれチャンスか、チャンスか。なに？あ、またでもさっきの。
であれば、あ、今度そっち行く。ちょ待って、やべ。うん、攻撃パターン見せていただいた感じね、いけなくはなさそうなんで、こっちもパターンを作っちゃえばいけるはず。はいはい。で問題はこれ、あぶね、あぶね、に今度は下にも打ってくるか。でこれで一周終わるから、オッケーオッケー、いけるぞいけるぞこれ。あれ今度そっちか。オッケー。でリンゴが来る。あう、うん、2周目になると動きが逆になるから、それだけ気をつけよう。よいしょ、この歌舞伎野郎。でこのリンゴが問題なんだけど、これ2段ジャンプでしっかり避ければいけるか。オッケーオッケー、悪くない悪くない。でもう半分与えてるから、今回しっかり生還できれば。よし、でこ、これ今回落とせんじゃない、落とせんじゃない、落ちろ、ダメだったけど、次多分また1周目と同じ動きになると思うんで、だよね。あう、危ね、よし、危なかったよし、歌舞伎野郎落としましたね。よし、うう、これほんとなんかドキッとするから やめてくれ。よし、オッケー。じゃあこれで五右衛門ステージ終了ということで、次回ですねこの3つ目のステージ進めてみたいと思います。はい、それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。